カーメルに近いは、アメリカ合衆国ニューヨーク州の南東部、パットナム郡の町である。2010年の国勢調査で、町全体の人口は34,305人だった。カーメル町は、パットナム郡の南側境界上にある。町内に法人化された村はないが、カーメルとマホパックという小集落があり、どちらも村と考えても良いほどの人口がある。特に、 カーメルの召集落は公式のパットナム郡庁所在地となっている。グレナイガアベニューにあるシビルルディントンの長像級、パットナム郡庁舎カーメルは、スザンナ・フィリップスとメアリー・フィリップスに渡された、当初フィリップス特許と呼ばれた領域の一部に設立された。1777年4月26日夜、イギリス軍が近くのコネチカット植民地ダンベリーの 焼き打ちを始めたという知らせを受けた後、16歳のシビル・ルディントンが、馬のスターに乗り、カーメル、マホパック、ケント・クリフス、ファーマーズ・ミルズの集落を夜通しかけ回り、イギリス軍が来ていることを警告して回り、夜明け前に帰宅した。この女性版、ポール・リビアの働きを検証する彫像が、グレナイダ湖の傍らに立っている。独立戦争中、フィリップスの土地は、 一家がロイヤリストの審判だったために押収され、その後競売で売却された。カーメルは1795年にフレデリックスタウンの町から分離し、町として設立された。同年にパターソンの町もフレデリックスタウンから分離しており、フレデリックスタウンの残りは、県都庁となった。カーメルは1812年に、軍庁所在地に指定された。年、 カーメル町の小部分が分離し、パットナムバレーの町に付加された。初代のパットナム軍庁舎は、軍が設立された直後の1814年に建設された。これは、ニューヨーク州で2番目に古い現役の軍庁舎である。グレナイダーベニューにある、このランドマークは古典的な全面ファサードがある。1844年に一度公式券があり、 1855年には監獄が付け加えられた。新しいパットナム郡庁舎は2008年初期にクレナイガアベニューの近くに完成した。カーメル高校カーメルは調整委員会が統治している。町役場はマホパックのマカルピンアベニューにある。主要な警察組織はカーメル警察署である。ジョージ・フィッシャー中学校がカーメルの主要な中学校である。 1963年に建設され、建築家のジョージ・フィッシャーの名前が付けられた。1000人以上の生徒を受け入れることができ、5年生から8年生を教えている。音楽教育が著名である。カーメル高校は1929年に建設され、1843人の生徒を受け入れ、町の中心にある郵便局とは通り向かいのフェア通り沿いにあこれまで4度拡張してきた。 一回目はニューディール政策の金を使った1936年であり、二回目は1969年、三回目は1980年だった。四回目の拡張が2007年夏に完成し、新しいウィングは9月に開放された。最新式の科学教室と新しい図書館が入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 町域全面積は40.7平方マイルであり、この内陸地36.1平方マイル、水域は4.6平方マイルで、水域率は11.26%である。町の南側境界は、ウエストチェスター群との境になっている。ニューヨーク市のセントラルパークから、北約50マイル、コネチカット集団ベリーから西に約10マイルに位置している。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。